皆さん、こんにちは。卓球男子元日本代表の水谷隼さんが急死に一生を得たそうです。生死に関わるような嫌な予感がしたことから、恐怖を感じたタクシーからすぐに下車した経験をしたと SNS で語りました。また最近の水谷隼さんは自身のお金に関することでよく取り上げられます。今回はそんな水谷隼さんの卓球以外の話題を集めてみました。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。元卓球選手でタレントの水谷隼さんが2024年9月18日までに X を更新しました。危ないドライバーのタクシーに乗車したという体験を綴り、高速に入る前に降車したことを明かしました。水谷隼さんは同月17日夜にタクシーに乗ったところ、運転やばすぎて生死に関わるような嫌な予感したと、ドライバーの運転にかつて経験がないほど危機感を抱いたといいます。その人が危ない輩だったからということではなく、運転技術がおぼつかなかったそうです。結果的に前述の通り、高速乗る前に降車して違うタクシーへリスク回避と、高速に入る前に別のタクシーに乗り換えたといいます。運転が乱暴だったのか、あるいは高齢者のドライバーでその運転技術に危険を感じたのかは詳しいことまでは定かではないのですが、フォロワーからは素晴らしいリスク管理能力、ナイス判断ですよと水谷隼さんの判断を称える声が多数寄せられていたそうです。さて、そんな水谷隼さんは今年、家1軒ぐらい株式投資で大損したと告白したことがあえます。番組では今日も300万円くらいマイナスと平気で述べていたそうですが、その元本である運用額にスタジオが仰天したそうです。2024年6月20日放送の日本テレビダウンタウンデラックスに出演した水谷隼さんは、株式投資で大損していることを明かしました。資産運用について、投資結構やっていますね、現役の時から6年くらいやっていますと語った水谷隼さん。株式投資で毎日チャートを確認し、資産形成を目指すものの、6年間1回も買ってないと言います。損益はずっと右肩下がりだそうで、これまでに投じた金額を聞かれると、家1軒ぐらいは余裕で買えますよと巨額であることを示唆しました。そしてある1日の評価額の上下を公開しました。総額約2億円の株式を保有していたそうですが、その日は521万円損する形となっていました。水谷隼さんは今日も300万円くらいマイナスですよと平然と口にし、スタジオを驚かせていました。水谷隼さんは今2億くらい貯めたお金で運用して10億くらい欲しいな、貯めたいなっていう、この10億で卓球場とか作ったらみんなハッピーですよと野望を語っていました。その後10月1日放送の TBS ラジオ水谷隼の投資&ヘルスケアに出演し、こちらでもやはり株式投資で大損していることを明かしました。先ほどの番組と同じく株式投資の損益について、全体的に見ると買ったことないんですよ、全敗なんですよ、年間取引なんですけれども、ここでは買ったことありますよと赤裸々に告白しました。今年も大敗を経験しており、今年も3月ぐらいに結構勝てていて、初勝利だってちょっと有頂天になって気分良くなって、資産が増えるとさらに投資ができるじゃないですか。そこで調子に乗ってしまって、8月5日の大暴落を経験してですね、それこそ昨日の石破ショックも経験してですねと明かし、本当に調子に乗るといいことないなってと悔やんでいました。負けは授業料だと持論を語るも、今まで都内に家が買えるくらいに負けてるんじゃないかなというふうに思いますと、こちらでも先ほどと同様に打ち明け、投資家でフリーアナウンサーの大橋弘子さんとマンスリーゲストの霧島聖子さんを驚かせていました。これらの告白についてファンは次のようにコメントしています。卓球で相当な資産を築いているから平気なんだろうけど、水谷さんは株投資はやめた方がいい、根本的にやり方が間違っている、1億円くらいの含み損とはどんな株を取引していたの、それとも全く検討せずにデートレ信用取引ばかりしていたの、個々の企業をよく研究して長期ホールドしていればそんなことにはならないと思うけど、1億円程度の資金を株式投資していたとすると、投資銘柄にもよりますが、8月5日の日経平均の下落で5、600万円程度含み益の下落は普通に起きますね、驚くほどのことはない。この方は
投資額の損失ではなく含み益の減少を言っているだけ。つまりまだ儲かっているということ。石破ショックというけれど、石破氏より米国の動向、中東の動向の方を世界の株式市場は見ている。日本の総理大臣が代わって NYDOW、SP500 が乱高下するほど日本市場のインパクトはないよ。アスリートで投資に成功してる人って表沙汰になってるのが本当ならバレー協会会長の河合俊一さんくらいじゃないのかな。以前武豊さんがあの駅の改札の自動ドアがパカッと開くと負けられないって気分になると話していた。ましてや卓球はスマッシュが当たり前。多分銀行か証券マンに言われたのか、誰かのアドバイスで銘柄買って下がったら悔しくて売ってしまうみたいなスパイラルに陥ってそうな気がする。この前の爆下がりも今こそ、例えば卓球なら中国やインドネシアとかを狙うんじゃなくてマレーシアやインドを狙ってみるとか、そんなことだと思う。てかもしかしたら本人も分かっているけど、やめられないギャンブル的になっているのかもですね。総じて語られていたのは水谷隼さんが投資に向いていないということでした。さてそこで気になったのが、先ほども触れた家にカラオケがあるからマイクを使って喉を広げる練習をしているという水谷隼さんのご自宅についてです。自宅にカラオケがあるのはなかなかすごいことです。どのような設備があってどのような豪邸なのか調べてみました。水谷隼さんの自宅が豪邸だという情報は以前に行列のできる法律相談所で紹介され、かなりの反響があったようですが、残念ながらその詳細や画像は見つかりませんでした。ですが他のゲストの方のすごい豪華という声が上がっていたようなので、かなりの豪邸だと予測されます。またこちらも有名な話ですが、水谷隼さんの貯金1億は本当なのでしょうか。調べてみるとこれは事実でした。ただしこの貯金はリオオリンピックの直後なので、現在はもっと貯金があることは間違いないでしょう。何せ東京オリンピック金メダリストにも輝きました。この時の卓球は稼げる発言を受けて、この番組に出演していたダウンタウンの松本人志さんは、夢があるね、競技人口も増えるだろうしとコメントしていました。やりたいことをやってお金を稼ぐというプロとしては理想の形ではないでしょうか。ところで水谷隼さんの自宅にあるカラオケはどんな設備なのでしょうか。調べてみましたがその情報はありませんでした。推測するに貯金1億円の水谷隼さんですから、防音設備のあるカラオケルームがあるのではないでしょうか。もしそうだとしたら一体いくらくらいの設備になるのでしょうか。てっきり自宅に練習場が完備なのかと思いきや、卓球とは全く関係がないというのも水谷隼さんらしさを感じます。いろいろ調べてみて総額を出してみると、全部で300万円ほどあれば月々の情報料を払いつつ楽しむことができそうです。一般家庭にはちょっとハードルが高そうですが、カラオケが大好きな人にとってはこのくらいの金額を払ってでも作りたいと思うのかもしれませんし、これも夢がある話だと言えます。いかがだったでしょうか。今回は水谷隼さんのお金関係の話題を集めてみました。水谷隼さんの自宅はかなりの豪邸らしいということ、以前番組で取り上げられ、それを見た出演者が驚いていたという情報があること、また水谷隼さんは貯金額が1億円を超えているという事実があることなどから、かなりの豪邸であることが容易に想像できました。稼げる卓球選手、夢がある話ではないでしょうか。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。